今日はももさんに、はい、恋愛の100の質問をしていきたいと思います。恋愛恥ずかしい。準備は大丈夫ですか？大丈夫です、頑張ります。では早速いきます。はい。お名前と年齢を教えてください。伊藤ももです。19歳です。誕生日と血液型を教えてください。2000年12月16日の A 型です。今まで付き合って3ヶ月以上続いた人は何人ですか？何人だろう。1人。ね、短いよね。理想のタイプは思う存分語ってください。本当優しい、甘えさせてくれる、いろんなとこ連れてくれる、でご飯を美味しく食べてくれる、一緒にいても楽、面白い、ふざけてくれる、でもちょっとツンツンしてる、うるさくない、顔がかっこいい、同性からモテる、ちゃんと友達がたくさんいる、あ、自撮りとかあんましないタイプが好き。でも実際に好きになってしまったり付き合うタイプはどんな人が多いですか？本当バラバラですね。バラバラです。今好きな人や付き合ってる人いますか？秘密です。ももさんは恋愛に対して積極的な方だと思いますか？結構積極的ですね。好きって思ったら全然しま、心よく付き合ってっていうか好きってめっちゃ言いますね。多分この人苦手だなっていう異性のタイプは、勘違いしてる人とかかな。痛い人か。あんまり第一印象が悪かった人、もその後好きになったり付き合ったりしたことありますか？あります。自分があまり好きではない異性からデートに誘われた時、きっぱり断れる方ですか？あ、断ります。あ、ご飯とかは別に行きますけど、デートは行かないですね。ちょっと疲れちゃうから。見知らぬ人から告白をされたことありますか？ないです。恋愛をするとももさん自身何かが変わる方だと思いますか？めっじゃあ乙女になります。付き合ってる彼とは毎日連絡を取りたい方ですか？そうですね、一通二通とかでもいいから取りたいですね。付き合うときにルックスと性格、大体何割何割ぐらいですか？5割5割です。本当に、めっちゃ。異性の体の中で一番魅力的に思ってしまう部分はどこですか？ここのライン、フェイスラインフェチなんですよ。めっちゃこいつ骨が出てる人。今までに告白をされた回数は何回だっけな。この前 X の企画でそれ答えて15か16ぐらい。愛情表現が多い熱い人と照れ屋さんの人、どっちが好みですか？あ、結構デレデレが好きです。家でまったりデートと外でアクティブなデート、どっちが好きですか？半々です。どっちも好き。あれこれ部屋を焼いてくれる豆な人と、豆とは言えない人、どっちのタイプを好きになることが多いですか？豆とは言わない人。じゃあ付き合った彼と傍から見てもベタベタしてる方ですか？してます。付き合った人とペアのものを持ちたいなと思う方ですか？持ちたい。遠距離恋愛の経験はありますか？ないです。交通費にお金をかける。あ、じゃあ会いに行くんですね。会いに行くし、会いに来てもらいます。ももさんは遠距離恋愛向いてる方だと思いますか？向いてないですね。忘れちゃう、すぐに会いに行くこと。付き合ってる人の携帯とか手帳とかをチェックしたことがありますか？ある、あるわ。中学の時結構メンヘラに憧れてたの。なんか結構メンヘラになりたかった自分がいたんですけど、なんか喧嘩したかったんですよ、多分嫉妬で。今本当ないですけど見てました。じゃあ恋人が浮気をしているようです。相手のどんなところで見分けられると思いますか？態度、冷たくなったりとか。じゃあ恋人の浮気が発覚しました。あなたはどのような対処をしますか？別れるですかね。なんか惨めな気持ちになりたくないので別れます、すぐに。じゃあもし自分が浮気をしてしまったとします。付き合っている恋人にバレてしまったらどうしますか？別れる。なんかすいませんってなって気まずくなるのも嫌だし、自分のせいだから別れます。恋心を抱いたら。かっこいい。恋心を抱いたら。キュンキュンとかしたらもう嫌かも。恋人と最近マンネリ気味です。どうしますか？2週間会わないで、ちょっとイメチェンして会って、家とかじゃなくてデートっぽいとこに行ってキュンキュンする。付き合う相手の過去の恋愛を聞くのが好きだったり気になったりしてしまう方ですか？気になっちゃう。どうやって別れたんだろうとか気になりません？気になりますね。なんかなんで別れた？別れた原因は気になりますね。ももさん自身、恋人に自分の過去をお話してる方ですか？聞かれたら。恋人のお家で元カノとのラブラブな写真が出てきてしまいました。どうしますか？捨てます。すぐに捨てます。勝手に。はい。相性占いとかする方ですか？します。めっちゃ生年月日と名前入れて。めっちゃするわ。恋人のことを考えて寝つけなくなったりとか、仕事や勉強に手がつかなくなるぐらい好きになったことありますか？ある、あります。多いです。友達から恋人になったパターンとかってありますか？ないです。体の関係から始まる恋愛もありですか？私はなかったですね。恋人が悩みを抱えているようです。どうしますか？ぎゅーしてあげます。ももさんは自分の悩みを恋人に隠さずお話しすることができますか？
あ、寝る前とか話すかも、一緒に寝てたら。遅れる人、なんか怒られるの好きじゃないんで私。恋人の服装は気になってしまう方ですか？まあ、ひどかったら。それはひどかったらアドバイスをしてあげるんですか？え、買い物一緒に行きます。あ、いや、恋人のプレゼント、ももさんは自分一人で選びに行きたいか、それとも一緒に見て歩きたいか。バレないように買いに行きます。別れた恋人との写真とかもらったものは撮っておける方ですか？はい、あんま気にしないんで。ももさんが思い出に残っているラブソングはありますか？もしあったら思い出と一緒に教えてください。浜崎あゆみさんのエンドロール思い出は？なんか結構しんどい恋愛してて、その時に最初やっぱ楽しかったから、歌詞やっぱ浜崎あゆみさん歌詞がめっちゃいいじゃないですか。で、なんかあの最初の歌詞でもう戻れないよ、なんだったっけな、ちょっと歌詞があるんですけど、それなと思ってめっちゃ聞いてた。絶対あゆ、もう辛い時もホカホカしてる時も全部歌ってるから、それなって思って。もし二股をかけられていたということが分かった時、やっぱり別れられますか？別れます。不倫をしたことがありますか？ないです。そうですよね。絶対ないです。職場恋愛、サークル恋愛などももさんが付き合う人は身近な人が多いですか？友達の友達とかが多いですね。本命以外にも時と場合に応じて呼び出せる2号3号がいますか？作れないんですよ、それが。私いないです、本当に。いたことない。付き合ってる異性とは結婚を考えてしまう方ですか？あ、考えるかも。でもこの人は恋愛、この人は結婚みたいなのがある。では結婚相手に臨む3つの条件を教えてください。居心地、経済力、猫好き。正直なところ、恋人がいてもモテたいなと思いますか？モテたいっていうか、可愛いと思われたいです。なんか彼氏もなんか嬉しいかなと思って。それは恋人がいた時にもし素敵な人が現れたら乗り換えてしまいたいと思ったことがありますか？あるかも。その人よりいい人なんですよね。浮気はしないけど、どんな人なんだろうって。付き合ってる恋人との状況にもありますよ、うん、うまくいってるかとか。そうそうそう。ももさんは焼きもち焼きですか？あ、焼くかも。嫉妬はしないですけど、焼きもちは焼きます。逆に焼きもち焼きの恋人と付き合ってます。束縛をされてるんですけど、むしろそれは心地よいと思う方ですか？やだ。どこまでなら許せますか？逆に。いや、束縛嫌です。焼きもちなら可愛い。仕事のなんか知り合いとかでも男の人たちいるから、なんかそういうの分かってほしいです。好きっていう感情だけでは恋愛は長続きしないと思いますか？しません。本当にしません。そう思う理由もあれば教えてください。信頼関係が大事なんです、一番。大好きな人と旅に出かけるとしたらどこに出かけたいですか？海外、ハワイとかか韓国とか、もう海外とにかく行きたい。食べ物の趣味が合わない人と笑いのツボが合わない人と付き合うのはどっちの方がマシですか？食べ物。笑いのツボはやっぱ一緒がいいですね。一緒に笑いたい。ももさんが考えるモテる女性とはどういう女の人ですか？面白くて愛嬌のある子。ももさんなりの失恋の癒し方があれば教えてください。失恋したら3日間ぐらいはとことん落ち込んで、でその後に、まあ、3日もすればいい加減にしなよって自分に言い聞かせてっていう切り替え。だから3日間はいいってします、自分で。ももさんにとって恋愛とは何ですか？恋愛はどっぷりハマり込むものじゃないなって思います。濃いうち、ね、19歳とは思えない。大人な回答。はい、ではこれが以上なんですけど、はい、今恋してる女の子たちに何か一言と。いや、本当に恋って素晴らしいと思います。急に浅くなった。いや、恥ずかしくなってきた、なんかめっちゃ恥ずかしい。これありがとうございました。はい、では最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。